スマホ買っちゃおう、モバイルドットコム。 5G の息吹を感じるチェホンと、最近髪を切った椿です。よろしくお願いします。お願いします。髪切りましたね。はい、まあ動画じゃ分かんないかなアイコンさんがいるんで。そうだね。で、今回なんですけど、はい、5G をいよいよ感じるような出来事がありました。何ですか？本日国内向けで初めて 5G スマホが発表されました。おー、すごい。なんと発表したのがシャープさんというね。え、シャープさん？シャープさんですよ。あら、シャープがね、国内で他社を置いて一番最初に発表したっていうことに価値があるんですよそうなんですね。はい、まあ、椿さんはうんってなるかもしれないけど、うん、まあ、分かってくれる人は分かってくれるというところなんですけど、まあ、本当は 5G 対応スマートフォン、アクオスシリーズではもう第1弾となります、はい、で、今後シャープはどうやら順次 5G のスマホを出していくみたいで、2021年までに発売するものはほぼ 5G になるという話です。で、今回発表されたのはアクオス R5G。 なんかちょっと新しい名前ですね。新しい名前ですね、うん、一応アクオスに R シリーズっていうのがあるんですけど、今まで R3 まで出てて、で R4 がなくなって R5G になったというね、語呂がいい。あ、3の次が5になったの？そう、 R5G になったんで4がないという、まあ、なんかね、数字的にあまり良くないみたいで。あ、そっか。そう、それをスキップしたっていう噂です。 5G に合わせてきたのかな。ちょうど 5G そうそうそう。今回発表された R5G なんですけど、約 6.5 インチパワフルで高性能な最新 CPU スナップドラゴン865を搭載してます。あ、よく聞くやつ、まあ、はい、今年の、ハイエンドモデル向けのチップですね、うん、で、メモリがなんと 12GB。 おお、まあ、いわゆるハイスペックスマホです。で、しかもカメラが強化されまして、うん、R3 では2眼だったんですけど、はい、今回4眼カメラに一気に強化されました。急に4になったの、はい、で、バッテリー容量は 3730mAh、うん、はい、まあ、バッテリーも大容量、まあ、こんな感じでざっと今特徴をご紹介してきたんですけど、うん、今回はアクオス R5G のここがすごいっていうのと、ここが気になるっていうところを2つご紹介それぞれしていこうかなと思います。はい、まずはここがすごいっていうところからご紹介していきたいなと思うんですけど、はい、R5G のここがすごい。まず一つ目、 5G に対応している。最初すごい。そうだよね、うん、国内初。すごいね、うん、すごい。で、一応ね、 OPPO がね、もう出すって言ってたんだけど。そうなんだ。そう、でも発表はね、まだされてないので、うんうん、実質シャープが一番です。追い抜いたんですね。追い抜きました、発表で。すごい、やってやったぞみたいな感じなのかなで、発売時期なんですけど、うん、一応 5G ってスタートが3月下旬頃から、まあ、春にかけてと言われてます。そうなんだね、はい、で、その頃に一応発売、合わせて発売すると、まあ、使えるようになるのと同じぐらい。そういうことですね、はい、だから例年よりも新機種の発売が早い可能性が。例年はいつなの？例年はね、だいたい5月頃に発表が行われて、まあ、順次そこから発売をされていくんで。だいぶ早いね。だいぶ早い展開ですね。ちょっと僕も初めての経験です。すごい、はい、すごい嬉しいですけどね、新機種が出るっていうのは、うん、次、8K 対応のワイドカメラを含む4眼カメラ。ん？実はですね、アクオス R5G、なんと Galaxy S20 シリーズと同じ 8K 動画対応です。流行りなの？何なの？もうね、流行りなんでしょうね。多分ね、うん、この 5G が出てきたことによって、うん、5G ってやっぱりアップロードも早いんですよ、うん、で、今まで 4G だと 8K 動画ってやっぱり大容量で重いんで、あ、アップロードがそもそも時間がかかりすぎるのか、技術的に無理なのか、で、ここに来て、まあ、それが可能になったから一気に出てきた。そういうことっていうのが考えられます。アクオスもなんとね、 8K ですごい。すごいね。で、一応超広角カメラ、一応広角って書かれてたんですけど、120度の画角があるんで、うん、まあ、ほぼなんか超広角みたいな感じかな。なるほどね。すごいね、これ楽しみです。どんな感じなんだろうね。めちゃくちゃ多分綺麗で、で、アクオスシリーズってカメラがちょっとね、やっぱ弱いって言われてたんですけど、うん、今回ね、そこをしっかりカバーしてきてる気がするんですよね。今までって R3 あったじゃないですか、うん、あれデュアルカメラで、うん、まあ、それは伝えたと思うんですけど、うん、片方は動画専用、片方はいわゆる写真用ってなってたんですけど、じゃあもうシングルみたいなもん。そういうことなんですよ。実質写真用シングルで、まあ、それが4眼カメラになったの、単純に。ということは、まあ、撮れるシーンの幅がだいぶ広がると。確かに、うん、そこでまずね、良さを、まあ、体感できるんじゃないかなと思います。で、次に10億色の表現力を持つプロイグゾ液晶ディスプレイを搭載してますもうね、わかんない。わかんないけど、ディスプレイは確かに綺麗だよね、イグゾーって。そうなんです、そうなんですよ。で、有機 EL ディスプレイじゃないところもちょっとポイントかなと思ってて、
まあ、あの焼き付きがねないっていうと、あのやっぱりね、あのシャープって有機イーレ使わなくても綺麗なんですよ。まあ、そこがね多分ねより強化されているんじゃないかと思います。最後のここがすごいっていうポイントなんですけど、はい、やっぱりね CPU とメモリ、今までのアクオス R シリーズもちろんあのハイスペックではあったんですけど、うん、正直ね一気にあの 12GB 積んでくるとは思わなかったです。今まではどれくらいだったの？ちなみに R3 はメモリが 6GB でした。あ、倍じゃん。倍なんですよ。もうなんか気合の入れ方が違う今回の急にアップしたんだ。そう、今回の R5G はね気合の入れ方が違う。もうだから R4 をスキップしてきたからもう間いらねえみたいな、だから倍にしたのかなみたいなすごいね、だからもうね本当に 5G に向けてもうシャープがね、そう、本気を感じるというか、もうすごい嬉しいです個人的には、はい、で次ここが気になるっていうところをご紹介していきます。はい、まだですね価格が発表されてない。あ、そうなの？はい、でやっぱりさここまでね、ハイスペックだとさ、価格が気になるとこじゃない？そうだね、高そうなイメージあるね。でしょ、 5G になるんでやっぱりスマホの価格ってどうしても上がるわけです、うん、確かに。でこの価格で来たら嬉しいなっていう一応僕の基準があって、10万円以下で来たら買い。買いなの？それはもう買いでしょ。買いです。あのねシャープの本気はもう完全に感じたでここの内容で、まあ、10万円切ってこれたらめちゃくちゃ売れると思う、うん、そうなの？国内ではやっぱりね、あの未だに、未だにって言ったら失礼かもしれないですけど、エクスペリアとさシャープって言ったらやっぱり国内のイメージが強くって、うん、で最近シャープもすごい勢いが出てきてるんで、うん、ここでね価格も攻めてくれたらもう一気にシェア奪えるんじゃないかなって思うんですよね。なるほどね、うん、でただねやっぱね10万円を超えてくると、うん、まあ、ちょっとなかなか手を出すのは厳しいのかなと。手は出しにくいよね。そうなんです、そうなんですよ。だからまだここがね発表されてないんで、うん、まあ、一応ちょっと気になる点として挙げておきました。ね、もう一つなんですけど、5G 対応なんですが、はい、周波数帯がね、あの一部対応してないところがあって、うん、もう詳しい話しちゃうとすごい難しいんで、うん、簡単に言うと 5G の恩恵を全て受けきれないスマホになってます。そうなんだ。すっごい簡単に省いてご紹介するとそういう話になるんですけど、だからね、完全に、まあ、5G 網羅してるというか、そういうわけではないんで、そこがちょっと気になるかなと。それは 5G に対応を順次していくみたいな感じなんですか？これについては順次対応っていうよりはもうスマートフォンのスペック上の話になってくるんで、そういうこと。例えば 5G のエリアが広がったとしても、うん、あのその周波数が使えなかったりっていうところがあるんですけど、うん、実はね、あの 5G って周波数がまあ2つあるんですけど、片方対応してないんですよ今回の R5G は。でそれが使えないことによってどのぐらい影響が出るのかっていうのは正直まだ分かんなくて、うん、でそこについてはもうこれはあの本体のスペック上の話なんで、うん、本体を買い替えなければいけないというか、そこが欲しければね。なるほどね。そうだからね、完全に 5G にあの恩恵を受けれるかっていうとそうではない、うん、けど、まあ、一応 5G の周波数は片方は対応してるんで、一応 5G スマホと、うん、いう感じで、まあ、ちょっと難しい話になるんですけど、まあ、完全に 5G を求める人はまだこれを買っちゃいけないっていう話、うん、ただ体感をしたい人にはまあ大丈夫な話になってきます。はい、ではここまでまとめをしていきたいなと思うんですけど、今回ねやっぱり何がいいかってね、国内最速の発表、うん、このねスピード感がねすごい嬉しかったですね。であとあの機種としてのやっぱり妥協がないこのスペック、やっぱりあのスペックが大事じゃないですか。そうです、ね、僕らからするとまああのしっかりね国内のユーザーに応えてくれたんじゃないかな、うん、ちなみに、はい、イヤホンとか、イヤホンジャックは対応、防水防塵だったり、うん、お財布携帯搭載、まあ、国内仕様向けなところはしっかり網羅してるっていうところで、まあ、あとはねもう本当に価格が気になるところだけです。確かに、ね、だからそこだけねもうちょっと待って、はい、はい、あの楽しみにしていようじゃないかというところです。このチャンネルでは最新のスマホを買ってどんなスマホなのかを紹介しています。スマホ選びに悩んでいる人、どっちにしようか迷っている人にも分かりやすいよう比較なんかもしています。もしこの動画がよろしければグッドボタン、いいねもよろしくお願いします。ブログ、ツイッター、インスタグラムもやっています。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。熱量が伝わったかな、この感動というか、めちゃくちゃ話題になったんだよ今日。そうなの？そう、すげーってなったんだけどね伝わるといいですありがとうございました。